ホリエモンチャンネル。冬ですね。空気も寒くなってきました。堀江貴子です。冬ですね。私は夏より冬が好きです。どうも寺田由紀です。それでは今日の質問です。健康保険ですが、加入必須で保険料が病気のかかりやすさではなく収入で決まるあたり、保険ではなく税金にしか思えません。税金なら所得税や消費税と合わせてしまった方が徴税コストも抑えられると思うのですが、なぜこんなに分かりづらいんでしょうかという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、本日のゲストはポートメディカルをされてますポート株式会社代表の春日博文さんです。はい、よろしくお願いします。私まず質問の回答からいきたいと思います。はい、私はこう答えました。その通りです。統合するのがいいと 思います。単に省庁間の利害、争いの問題だけだと思いますということです。終わっちゃったこれ。いやいや、まあでもそうです。でもそれしかないですね、これ。税金はまず、まあ、もともと前からあって、保険制度って時代が変わってってだんだん増えてってるっていう話だと思うんですよね。雇用保険とか、まあ、年金もそうですし、なんでまあでどっかで統一はした方がいいけど、それを統一する機能というか機関がないから、まあ、結果的に一つにならないっていう話だと思いますけど、まあ、あと省庁間の利害争いって言いましたけど、その年金とかあの健康保険っていうのは厚生労働省の所管ですよね、だからそれを取り上げられたくないみたいな、あとやっぱりその争いがすごく大きいと思います。で、例えば税金だったら国税局ってものすごい権力を持っていて、その強制的に取り立てることができるんですよね。だから税金滞納したりとか、はいはい、あるいは税金も脱税したりとかしたらもう捕まっちゃったりとかするし、まあ、それぐらいの強烈な権力を持ってるわけですよ、国税局っていうのは。だけど社会、まあ、旧社会保険庁とかっていうのは、まあ、割と緩い組織で、今日本年金機構になってますけど、日本年金機構も何回もこう、ね、あの情報データが流出したりとか、消えた年金問題とかいろんなものありましたけど、で強制徴収もできないから、年金未納の問題もあるじゃないですか。いろいろな問題があって、炎上してると。だったら僕は統合した方がいいんじゃないかなと思いますね。確かに、まあ、医療保険でもこれだけ取ってもそれでも今赤字ですからね。憲法とかもそう。そう憲法問題っていうのもあって国民健康保険と社会保険ってまた別にあるわけですよ。企業とかに勤めてる人は社会保険ですね。そうですね。社会保険もその一番大きな協会憲法っていう、その全国の会社が入ってるやつもあれば、はいはい、ある程度の組織になると、会社ごとですね、例えば IT 業界とか、まあ、会社ごとある。でっかい大企業だともう会社ごとあるし、あの IT 業界だったら、あ、IT 憲法、例えば関東 IT 憲法とかってありますよね、はい、関東 IT 憲法いいんですよ。確かに保険料安いし、安いですね、福利厚生すごいんですよ。なんでかっていうと、これ簡単な話で、IT 業界は平均年齢が若いっていう。あ、なるほど。だからあと10年ぐらい、10年15年経つとやっぱりダメになるんですよ。そうですよね。でも前憲法 のある会社の憲法の担当の方ともお会いしたんですけど、やっぱりすごい、やっぱりその赤字だから、その医療費、病院行く回数できるだけ減らしたい。なんでやっぱりそのチェックとか検診とかそういうのは自由診療でやってもらってすごいありがたいみたいなのは話してましたけどね。どういうことですか。だから自由診療じゃなくて、自由診療でたくさんやってくれれば、別に保険憲法からすれば、でかつそれで予防してくれるのであれば、まあ、重病になった時にある意味1個疾患が、まあ、心筋梗塞とかなった瞬間に医療費がバンと上がるわけじゃないですか、それになる前でかつ自由診療でやってほしいっていう、これだったらものすごいありがたいって話はよくしてましたね。じゃあ健康保険組合はさっき そのピロリ菌の除菌とかそういうものに関してはものすごく興味があるんでしょうね。ものすごく興味あるって言ってましたね。あ、はい、ということで、でも保険料ですよ。だからこれは統合するのがいいっていう話でしたね。はい、はい、では最後に告知をお願いします。はい、2週間前にですね、ポートメディカルという遠隔診療のサービスをリリースしまして、今高血圧の方とか脂質異常症の方々向けの、診療と医薬品の配送サービスまで行っております。ぜひ一度お試しいただければと思います。はい、ぜひ皆さん、
ポートベニカル調べてみてください。はい、そしてですね、人狼 TLPT 12月22日から27日に福岡で公演をやります。寺田もですね、聖騎士ジャンヌとして参加させてもらいますので、ぜひぜひ皆さん来てください。はい、はい、見に来てください。見に来れなかった、はい、チケット入れなかったらニコ生で見てください。そうですね、で東京の方はぜひ1月公演、はい、お願いします。ということで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちら。YouTube チャンネルもよろしくね。